なんかいろんなルールあんだね。ねえ、3買うの？3、あ、3買おうかな。やろうよ、やりたいなって3買ったら、ね、思っているんだよね。4人でできるじゃん3。でもね、ちょっとスプラトゥーンに対してちょっと不満があってさ。はい。やっぱソロじゃないとランクできないじゃん。ああ、そうだね。そこだけちょっと悲しいなっていう気持ちだね。無印の時はできたんだけどね。ね、A丸ぐらい。それがね、2であんまりやらなくなっちゃった理由かな。なんかあれかな、なんかあれだ、あげるやつが、あげるやつ。あげるやつ、なんて言うんだっけ、スマホじゃなくて、スマホだっけ。サバカってこと？そう、そういうのであげたりする人が多かったんじゃないの。あー、すぐ作れるもんな、アカウント。そう。いや、よくね、スプラトゥーンはやってたんだけどね、バイト先のおばさんとやってたんだよ。バイト先のおばさん。バイト先のね、主婦の人とね、よくやってたんだけどね。めっちゃいい思い出じゃん。しかできねえかな。そう、いい思い出なんだよ。よくバイトの帰りに。バイト先さ、老若男女いるからね。そう、しかもさ、バイト先のおばさんと、その人の息子とかと、めっちゃ家族ぐるみのクソみたいじゃん。クソ気まずいけどね。超気まずかった。まずい。おい、濡れよとか言えないじゃん。まず言えない。ナイストライリスしか言えない。しかもさ、あ、ナイストライリスして。LINE でやるの、LINE で。LINE で、おいしいみたいな感じ。そう。超気まずい。楽しそうだけどな。次何来るんだろうみたいな。そう、マジ。しかもさ、その、息子が結構年頃の中学生とかだったのよ。あ、結構盛んな時期だ。そう。一番気まずい時期。気まずいし、もろもろから中学生の男の子の扱いわかんねえよ。確かに、優しくしてあげればいいと思うけど、優しくできたかな。